な感じですか。そうかしら。ありがとうございます。よかった、ありがとう。紫の服どうしたの？買った。なんかさ、青ね、なんかあんまり色の服をね持ってないかったから、なんか欲しくて、で紫割と好きだから紫買った。 T シャツだけど。こんばんは。似合う、ありがとうございます。なんか恥ずかしいな。そう、白黒が基本多くて、そうって思って、あんま白と黒以外の服を買おうと思ったら、なんかベージュが増えた、茶色系な服が増えた。そう、大人っぽくなってます。ありがとうございます。竹生女子、あー着てた、1年前くらい、1年とちょっと前くらいだった。ななみれくん、次世代戦、ありがとうございます。頑張るね。紫好き、結構でもあんま持ってない。明るい色、あーよく言われる。よく言われます。7月最後の夜に、そう、ありがとう。はい、とありがとうございます。トナメイク、そう、なんかあーね、顔がね、なんか何、球心顔って言ったんだっけな、なんかすごい調べて、顔のパーツがね真ん中に寄ってんの、あんま分かんないけど、それが嫌だから、そうならないようにメイクしようと思って。パーソナルカラー診断ない。なんかイエベとブルベあるじゃないですか。あ、絶対にイエベ、絶対ブルベじゃないって自分で思ってる。わかんないけど、そうそう、昨日の夜 YouTube 見てた。そうそう、あとね、お鼻がすっごい低いんだ。鼻がすっごい低いの。
安く見える。そんなことない、でもありがとう。こんばんは、こんばんは。どこのブランド？これはオリーブドオリーブです。確かちょっと気がする。こんな大人っぽかった？そうですね、なんだろう、まあ16歳になりますので私相応には見えるかなって思ったり思わなかったり。でも自分の顔見てもさ、自分がなんか年相応か年相応じゃないかわかんない。どうなんだろう。でも多分もともとの顔は年相応、なんか幼く見られがちだけど、メイクしたらちょっと大人っぽくなるかなって思ってる。50カウントありがとうございます。でも顔は多分初期に比べるとね、変わったの。なんかメイクとかそういう問題じゃなくて、昔の写真とか見てびっくり。目力、あ、アイライン引いたからアイラインも引けるようになった。私、あ、そうなのか。今日の触覚でもね、青さ、触覚さ、最近青が考えることね、なんか触覚をね、ここで切ろうかなって、ここで切ってこうしようかなっていう。でも触覚ないとさ、顔丸く見えるからさ嫌なんだよね。でもちょっと長いかなと思ってそれを最近考えてます。もうさ、触覚ね、触覚って切るのすごい難しくて、アイドルオール出てます？オリーブでオリーブ結構メンバー人気、着てるか、でも最近ね、ナイスクラップがめちゃめちゃ好き。え、丸顔じゃんの、丸顔、もうなんかもう骨が丸なの。ここもう骨なんだけど、もう骨格が丸いから、骨格が丸顔なんです。まあでも前よりは治った気がする。ちょうど1年前くらいが一番丸かった髪型でも印象変わるから悩む。触覚ありが好き、本当？でも多分しばらく触覚多分残したままだと思う。ホイッス、こんにちは。そう、本当に丸顔の象徴と言ってもいいくらい丸顔じゃないですか。でも今一人でいるからさ、多分周りにメンバーとかいないからそう見えるけど、それが最近の悩み。でも骨格なんだよ。ほら骨、ここもうエラっていうの骨なんだけど、ほら兄やの方が丸顔だしなって思って頑張ってる。そう。
った、ポジティブに捉えるまた来ますね、また来てください。いいやも動画、うん、動画いいやは悪顔です。鼻はね、鼻本当に低いから、鼻も鼻低いからさ。こんばんは。小5の写真の時よりはさすがに大人っぽい。確かに。でもなんか、確かに昔よりは大人にはなったかな。昔はでも前髪なかった時が結構長くて、なんかさ、すごいもう常に前髪上げてたから。でもどうなんだろう、前髪上げると大人っぽく見えるのか。いやでも多分前髪とかそういう問題じゃなく普通に幼かった昔は。あのいいところ上げていく配信。なるほど、それ合うかも。顔がもうどうかなっちゃいそうな配信だね。洗うとまだまだ子供っぽいかな。確かに。でもどうなんだろう、自分が笑ってる姿なんかしっかり見たことない。なんかなんていうの、ちょっとそう、ちょっとどうなのか、子供っぽいのか。話し方大人な感じがする。そうですか。バレエしてる子って前髪もまとめてるよね。うん、まとめてる、まとめてるっていうか前髪上げてた。そういう配信やった。でもだいぶ前だよね。なんかそういう何企画をさ、そういう企画を作ったわけじゃなくてさ、普通に配信しててそういう流れになったじゃん。懐かしい。ニコニコ配信ね。違うよ、ニヤニヤ配信だよ。褒められるとニヤニヤしちゃうから。いいところ上げていく配信終わりがない。本当にそんなめちゃめちゃ褒め言葉ありがとう。ありがとう。なんか嬉しい。なんかやっぱり人に褒められるのって嬉しいよね。青はめちゃめちゃ嬉しい。人に褒められるの大好き。ちょっとどうなのかな、これ悪いことじゃないか。調子に乗らなければね。ニヤニヤ配信。怒られると、怒られると、怒られると、あ、怒られると多分真顔になる。でも怒られてあんま泣かないかな。105日おめでとう、ありがとうございます。105日です。褒
めほめ1時間半スペシャル、あ、だいぶ長いですね、だいぶだいぶ長いですねニコニコに見えてる？よかった。絶対なんかめっちゃ褒められてる時の自分の顔見たくない、絶対絶対なんかもう気持ち悪いからハナパフォーマンス大好き、ありがとうこんばんは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 褒められて伸びるタイプ、あ、さあそれどっちなのかなと思って、なんかどっちなんでしょう。でもなんか褒められて伸びるけど、なんか怒られてっていうか、なんかその逆でもある気がする。注意されて伸びるタイプでもあるっちゃあるっちゃある気がする。そうそう、でも褒められても普通にめっちゃ嬉しいし頑張ろうって思うでも悔しくてもめっちゃ悔しいから頑張ろうと思う。でもやっぱりなんていうの、褒められて頑張るのも何、注意されて頑張るのも結局はなんかみんなになんて言うんだろうね、そういう何、いい感想をもらいたかったりとか、そのなんか最終的な結果の何、あれは同じだなって思った。今ちょっと日本語がわからないけどほんとに難しい人なんです。自分でも自己分析もだいぶ難しいような人まあ昔よりはまあ自分のことは分かってきたのかなって思うけど、ちょっと自分の性格難しい本当に。そうね、思ってしてくれ、それは本当にあおはそれめちゃめちゃわかる、なんか自分でわかる。だって本当に思ってない子だったら何も言わないと思うから、正直に言うにしてる。ありがとうございます人間味があっていい。そう、あおのこと人間味、人間味ありすぎるかな結構なんだろう、すごいいろんな、なんて言うんだろうな、いろんなことを なんて言うの、いろんなアドバイスとかをいろんな人からもらうと、やっぱりなんかそれぞれやっぱり考え方も違うし、だからそこでなんか迷うことあるなと思うことありますねでもそっか、なんかその何、そのまあいろんな人からいろんなアドバイスをもらって、それを自分の中でいい感じに頭の中で砕くというか、なんて言うんですかなんて言うんですか、なんかで、それをなんか自分の中でいい感じにできたらいいなみたいなって思いますね。一回そう
なん、でもやっぱりすごいアドバイスをもらえる言葉すごいめちゃめちゃありがたい。でもそうだからなんかなんて言うんだろう、なんかね、いろんなさ人からさいろんなアドバイスをもらってさ、なんか全部そうだなって思っちゃう。なんかなんて言うんだろう、なんか全部そうだなって思っちゃうの。なんか全部に共感できちゃうから、なんか例えばそのこれとこれがのこれとこれがあって、これとこれは全く別な考え方でもどっちにも共感しちゃうから、なんかどっちにも共感しちゃうから難しいの。でもこっちとこっちは真反対のこと言ってて、でもどっちも共感しちゃってどうしようってなることがあるかな。それで考えることはとても多いですね。信じやすいというか、なんだろう、信じやすい、なんか信じるっていうか、なんかなんだろう、どういうことなんだろう、これは共感っていうか、そういろんな、そう両立できる道もあるかも。うん、でもやっぱりなんかそうやっていろんな人からいろんな考えを聞くと、やっぱり自分の中でもそのなんて言うんだろう、自分の中でもその視野が広がるというか、なんかいろんな考えがあるんだなって、まあ自分にもいいですね。全部共感できてしまう。うん、なんかすごいみんなそういう気持ちもわかるなって、そういうなんかそう共感できちゃう。なるほど。定点的で近所のコンビニ行くぞ。ありがとう。ありがとう。どんなアドバイスが心に響きました？いいえ、なんだろう、でもやっぱりこういう何このお仕事をしてるといろんな人からいろんなアドバイスもなんかもう常になんか心に来ること言葉をもらうことが、それは普通にスタッフさんからもそうだし、みんなファンの方もそうだし、うん、だから選べない、本当に。立体的、うん、なんか自分なんて言うんだろうな、なんかボキャブラリーが増えるみたいな感じで、自分の中でもいろんな考え方ができるようになる。そういういろんな言葉を聞くと、サンちゃんみたいに前向きに捉える、そうですね。そうですね。
強いですか？うん、でもまだ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 人に人多分一人好きだけど多分一人になったら何もできない。まだなんて言うんだろうの正解、うーん、100点の正解がないけど、なんかでもなんだろう、そのさ、自分が決めたのをすごい、なんて言うんだろう、100点にしたい、なんかないからこそ、何、自分でその選択が良かったなって思えるようにしたいでもそれって本当に難しいことだと思う。でもやったらめっちゃかっこいい、なんかかっこいいよねって思いません？青はすごい思うなんかまだ一つもないよ。すごい、やっぱそう、確かに無駄はないじゃない。難しいね、なんか難しいですねしている。確かにそうですねちゃんと考えててすごいな、全然全然ありがとうございます激励しかできないのが本音。激励してくれるだけで青はもうすごい元気満々になるから、全然しかできないなんてことはないですよこんばんは。難しいっていうのは楽しいこと、すごい、確かに確かに確かに難しいことやってるとき楽しい臨機応変に振る舞える気の使い方が30歳代。なるほど、これ褒め言葉かな。でもありがとうございます。でも気の使える、なんか周りをちゃんと見れるようになって、見える人になりたい。これは昔から思ってるけど、でも今自分ができてるか分かんない周りなんて言うんだよ、やっぱり自分で精一杯になる部分はまだたくさんあるから、そうだね、ポジティブだね、ポジティブですでありがとう。視野広がった印象あるかな。でも自分ではあんま分かんないかも。
どうなんだろう。ありがとうございます。綺麗になりますか。頑張ります。コンサート合宿で考え方少し変わりましたか。合宿でも変わったし、なんだろう、でもこの5枚目シングルの期間は変わったかな。すっごい考え方というか変わった気がしたりしなかったり、いや、した。ありがとうございます。考え方が変わったっていうか、なんだろう、なんか変わったっていうか、いろんな考えができるようになった。なんか いろんな考えというか、やっぱりなんか今までにないような、今まで経験したことがないようなことを、多分この期間というか最近することが多くなったから、なんかそれがまたなんか自分の考え方というか、そういうのにプラスされてちょっと変わったのかもしれない。なんかって思います。なんかわかります。なんか そう、それはあるかな。でもなんかやっぱりこの5枚目シングルの期間は、そう、活動的にも初めてやったことも多かったし、やっぱそういうメンタル的にもやっぱり初めて思うこととか、初めなんていうんだ、今までぶち当たったことない、なんていうの、ハードルというか壁っていうか、なんか今まで当たったことない、その何、なんかそういうのがあった。壁かもしれない、なんか障害物。そう、押し続けていいですか。ぜひ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 押してください。でも今も頑張ります。それこの先乗り越えられそうだね、この先大丈夫だねって、それはでも大丈夫にしていかないといけないし、なんかはい、ありがとうございます。
しいですね、なんかこういう考え方とか。もう37分。でもなんだろう、この先もなんて言うんだろうな、やっぱりもっとね、いろいろ経験して人間的にも成長していきたいなって思う。アイドル的にもそうだし、人の自分の人間としてもって私は思います。フレンジとキルのサイリウム掘りたくてたまりませんね。え、公園ね、公園したいね。ありがとうございます。身長的にもその通りです。みんなでありがとう。大きくなります。扇風機壊れるのだいぶ辛いね、この暑い時期。気をつけて。ファンとして成長していけるように。そう、なんかなんて言うんだろう、なんか青もそうだけど、なんか最近はみんなと一緒に大きくなりたいなって思う。なんかその一つのチームとして大きくなりたい。でもまださ、そのファンネームがないからさ、ちょっとファンネーム早く作りたいんですけど。チームあおちゃん。チームあおちゃん、もうチームあおちゃんにしちゃう。でもなんかもうちょっとさ、ちゃんと考えた方がいいな。でもちょっとまだかん、ちょっとまだ、ちょっと今はまだ考えない。でもなんか活動していく上でやっぱりなんかあったらいいなと思うことが最近多いから、なんかあったらいいなって思う。思いますね。村以外で、村はしない、町もしない。青虫。青の豆の名所ないんです。いつもさ、なんか多分なんだろう、県名をさ、そのメールのなんか名前、なんとかメールとかしてる子多いと思うんだけど、あ、県名いつも全く違うからさ。作っておられないは管理が大変、うん、大変そう。村にはしない、町にもしないし、国にもしない。徹夜頑張って、ちゃん、あ、そっか、徹夜だと、そう、徹夜か、頑張って、徹夜頑張って、あ、絶対に
寝ちゃう。ああ、なるほど。そう、いつもつぶやき、つぶやきすぎ、つぶやき。でも本当に意味不明すぎるよね、自分でも思う。自分でも思うけど、自分でも思います。どう読もうか迷った。青もなんか打ってて分かんなくなって、自分で読んでみたけどなかなかヘキンです。頑張って、応援してる。大変だよね、なんか頑張ってね。意味不明なありがとう。意味不明だ、ごめん。ありがとう。ああ、眠くなるとテンション爆発して、面白かったとサラとユウが言ってた。どこで聞いたのそれ。でも面白く、昨日の話かな、昨日の話かな。でも昨日別になんかテンション高かったわけじゃないんだけど。昨日の話ですか、それ。ちょっとわかんない。いつかわかんない。眠くなると、本当に眠くなると本当にちょっと寝ちゃう。青。でも起きる。あ、筋トレした時？ん？筋トレ？変なことしてたっけ？全然覚えてない。でも眠かった。昨日の夜はめっちゃ眠かった。なかなかわかんないけど、夜のテンションあるよね。夜のテンションある。夜のテンションは、でもめっちゃ変にはならないよ。夜のテンションはね、サラがやばい。あ、お泊まりした時？泊まりした時あったっけ？そんなの変わらないよ、変わらないと思う。サラが一番変わると思う。サラはなんかね、でも可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃね、めっちゃ可愛い、めっちゃ甘えてくる、なんかめっちゃ犬みたいになる。夜のお泊まりとか。来ることありますか？人間だから泣かないです。でもなんかそんな最近怒った記憶ない。怒ること、怒る人もいない。家族くらいじゃない？怒る、なんか怒るって何なんだろう。一番身長伸びたのサラかな。でもサラめっちゃ伸びた。サラは多分めっちゃ伸びた。
怒ること、怒ること、なんだろう、ブロッコリーにかけるしょうがないと怒る。いや、それはない。あ、ブロッコリーね、そのままでも食べれるから。怒られたいわ。怒られたいわ。そう？そう、怒りはしないよ。ぬいぐるみ投げたりするの。投げない、投げない。ママと喧嘩した時とか、ママと喧嘩した時は、あ、怒る、怒る。でも怒るって言ってもなんかそんなめっちゃ激怒しない。怒る、なんか静かに言う。でそれが一番怖いのかな。なんか怒るっていうか、なんかすごいテンション低くなっちゃう。怒る、なんかなんかもうテンション低くなっちゃって、ママと喧嘩した時は喋らない。喋ってなくて、でママが電話してくるんだけど、うん、知らないとか別になんか知らないとか別にとかをずっと言ってると、ママがもう切るよって言って電話が終わる。でもそれは青が一方的にただ悪いだけ。ミーアンと喧嘩？最近はしないです。昔は本当にしてた。昔めっちゃしてたけど、なんかもうしてない。多分もう2人とも大きくなったから2人とも大きくなったからしない。昔は本当にしてたね。だって嫌いだったもん、ニエのこと。でも全然勝てないけど、勝てなかった。ニエに勝ったこと一回もないよ。でも割となんかママとパパにはどうなんだろう。でもめっちゃ言い合いみたいになったことはないかもしれない。なんかないかな。プリン食べられた。え、プリン争いめっちゃ打ち合った。なんか3個並んでるプリンがあって、 3個入りのプリンあるじゃないですか。あれなんかニーヤと2人兄弟だからどうしても1個余るじゃん。それでめっちゃ喧嘩してた。でもやっぱりそう、年離れてたから割とニーヤが大きくなってからニエも帰るの遅かったりとかしてたから青が食べたけど。そうですね。じゃあ明日の夜ご飯を決めたいと思います。そうですね。どうしようかな。
どうしようかな、どうしよう。でも今日はあんまりなんか決まりそうにないな。どうしよう。じゃあお肉はやめよう。お肉はやめましょう。お肉じゃなくて、なんかお肉以外ってなると、なんだろう。なんだろうな。なんだろう。やばい、全然思い。あ、決めた決めた決めた。はい、行きまーす。あ、でも待って待って。ちょっと待って。これは、前もすぐ、最近やった気がする。ちょっと却下。どうしよう。どうしよっかな。あ、決めた。じゃん。ラーメンにします。ラーメンにします。でもちょっとね、オムライスにしようかなと思って思ったんだけど、いやオムライス最近やったなと思ってラーメンにします。みんなラーメンは好きですか？ちょっとお肉以外かと思った時にオムライスが出てきたんですけど、ちょっとオムライス最近やったなと思ってラーメンにします。で、さっきからずっと充電器振り回してる。今はめられないとこれ。そんな明日の配信、明日配信何時にしようかな。土曜日だよね。夕方の5時、6時はどうですか？17時、18時あーうるさい、自分でやりました。自分でやりました。もう触らない。そうします。じゃはい、という感じで55分なのでまだ終わらないんですけど。ちょっと今ぶつかっちゃった、ごめん。17時からにします。土曜日だから。ちょっとフェイントかけちゃった、ごめんね。フェイントはすいません。みんな明日から8月だね。早いね。ねえ、今日って31日なの？じゃあ昨日30日だったってこと？あ、昨日29日だと思ってた。スクショ、スクショ、ありがとうございます。7月ね、めっちゃ31日だね。8月ってやば。
8月も頑張りましょう。頑張ります。ハートありがとうございました。ありがとうございます。あ、8月あと3分。びっくりした、尻が反応したかと思った。15歳終わっちゃうね。15歳終わっちゃう。なんかちょっと寂しいな。ワクワクだ。でもワクワク。ケーキ食べれるかな。誰かと誰かお祝いしてくれるかな。悔いはないんですか。今は悔いはないです。カウントダウン始まるね。ふう、カウントダウン。配信する時間一応8時9時ってやろうかなって思ってますね。ちょっとでもなんかその日のお仕事のスケジュールのあれでもしかしたら10時になることもあるかもしれないけど。いいね、ありがとうございます。来月頑張りましょう。青も頑張ります。はいはい。16歳に早くなりたい。なりたくない。なりたい気もするけどちょっと寂しいなっていう気もする。はい、ということで、あ、59分。今日もありがとうございました。明日も見に来てください。バイバーイ。ギフト年投げありがとうございました。ではたくさん寝てください。今日もたくさん寝ます。また明日。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。